聞いたわよ、定額処分を受けていたそうじゃない、退学すればいいのに。<laughs> どこを見てるのよ、汚らわしい。あなたの目、他のクズよりも段違いね。<laughs> いいこと、レッドセ。あなたには一度しっかりとした教育を施してあげるわ。悪役のセリフだけど。生意気。 そんな口を叩けるのも今だけだと知りなさいたまんねえな次の獲物にちょうどいいああのなんだとみかどうしたなんだってそれに先生を呼び捨てああなたが報告しろって言うからはってああオナニーかえ <laughs> 声大きいです誰かに聞かれたらどうするんですか悪い悪いそれで やったのかあはい職員トイレで朝ほうそれは昼は美術室でこれから女子トイレで最後のちょっと待てこれから3回目をええー、あのす少なかったですかどんだけスケベだよえな、なんですかバカにしてあなたいつも私をバカにするんですから普通は1回程度だろう いいぞ、そのまま続けるんだ俺がいいと言うまで毎日、一度でいいけどな。うん。わかりました。この程度に詰まるなんてちゃんと授業を聞いていたのかしら。ああもういいわ。あなたごときに、貴重な時間、無駄にされるの、迷惑だわ。いいこと あなた,たちのために貴重な時間を使ってあげてるの。傑作だなそれを理解していたら、つは少しでも無駄にできないという意識を持つくらい、学生として当然よね。教えをこうのだから、そのくらい言われなくても分かるものよ。人間ならね、家畜なら仕方ないけど。誰今の。 定額処分を受けるような劣等生は規則すら守れないのねああ忘れててな <laughs> 反省しない上にその態度教育が必要なようね二人きりで鍵閉められるとドキドキしてくるねふん好きなだけしてなさいもっともそれどころじゃすまないけど この部屋、なんて言われてるか知ってる拷問部屋ですよ教育してあげると理解できるみたいねあああ私に逆らうのがどういうことかね気絶してたか <laughs> さて始めるか何が目的なのあんな画像をよこして脅迫するつもりその通りさあんたの体を好きにもてそんでやるためにな <laughs> 逆らえばどうなるかは分かるよな本気みたいね確かに私を見るあなたの視線は他とは違ってたわあなたは特に警戒していたのだけど ご愁傷様それは私のセリフよあそれはこの前の予備よけがらわしいクズの教育ですものこれくらい当然ご愁傷様ああらどうしたのかしらちょっとなんで <laughs> ここまで想定通りとはな電気だリーチは劣るが出力は高いぜ ちょっなんなのよこれは外しなさいこんなことしてただで済むと思ってるのおお揺れるな <laughs> 言ったろあんたの体を好きにもてあそぶってな何を見てるのふ,ふざけないで外しなさいよ今絶対に許さないこの屈辱必ず晴らすから覚えてなさい実に無様だったなミリアもっと楽しませてもらうぜ あんなものを取っていたなんてクズのくせに頭が回るのねそれで今日もまたいやらしいことでもするつもりその通りだ拒むことは無理だがな <laughs> そうねその動画がある限りだからそれを渡してもらうわ <laughs> あってね何持ってやがったんだ探したかちょっといいかすみません用事の途中で急いでて。 たく続きをしようってのに、あけに教師とてかすな。今はいないですな。定額処分を受けるような不良ですし、もっと厳しく当たるべきですわ。ええ。このまま松原先生の提案通り、やつを監視し続けますよ。それでは、これからまた。あれ、松原先生。<っ>あ、あなたお前、まだ残ってたのかはあ、松原先生に指導室で話があるって。ああ。 なんだそうだったんですかあいえそのえ,ええ確かにそうだったわねそれじゃあとはお任せしますしっかり言いつけておきます <laughs> 一体何をするつもりよ自分の立場忘れてなめた真似するやつには罰を与えないとな はあ、私が何をしたというのとぼけるかまあいい裸になれ <laughs> 裸って冗談じゃないわこれから職員室で公開ミルク吹きでもさせてやろうか <laughs> 分かったわよ全部脱げばいいのねやってやるわよ